冥界まで連れて行ってあげる。どうぞ覚悟を。今のロイヤルどんな感じなんだろうな。とりあえずここはゾンビパーティーだけ残して、あとは全てを戻していけばいいかなと。大王3にすんやったら、あのプリンセスな、プスケルトン2に戻して、そっち3にしようかな。オーディール、これロイヤルにちょっと刺されそうやな。刃ネズミ。さあ、ちょっとデッキ重いぞ、これ。ああ、まずだ。やばい。ああ。バコン出す意味ない、これ。よかった。まあ、箱の少女から、しっかり進化して、これちょっとネクロマンス遠いんで、これ箱1枚もう出すわ。刃ネズミ、加藤純一の術。まあ、ちょっとやりたくないけど、次、骨の気候子進化で、相打ちかな。アンドレアルフスは、でもな、取れねえもんな、郷さん。これはちょっとしゃあない。ミニナスメイジ。進化圏踏み倒しババア来たな。あ、スカルリング、これちょっと44とんの諦めよっか。44を取るの諦めるからのスカルリングで、うん、まあ次並べてくれたらね、オディールでね一掃できるんで。何進化圏切っとんねんこいつ。一つのお子さん。まあでもここはしっかり魔将軍ヘクターで全処理ができるんで。あ、そっか、こいつ指揮官なんだ。そっか、無料で進化したんか、あいつ無料で。まあでもここはね、しっかりとヘクターで返した。次、あのゾンパオディールみたいな動きもできるんで、まあ結果的にいい感じになりましたかなと。ブラックスワンオディールね。あ、オッケーオッケーオッケー、相手弱い。これ大王置けるな。よし、大王置こう。リアニメイドで箱の少女。我らはスラルシカバネオ。ただこれアルベールに進化圏切られたらえぐいことなんねんな。あ、マーズか。オッケーオッケーオッケーオッケ
いや、これ勝ったな。これで決めます。待ってたよ、この時を。全体1点除去スペル、なんかあるよね、なんかいろいろ。あー、オッケー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 。冥界へ下るとし、冥界に下るとして、何やっても強いんですけどね、ここ。ここ、割と何やっても強いよな。オディールはちょっと残したいから。まあ普通にこれで抑えて、あ、そっか、まあゾンビパーティー打って、まあ一応このターン盤面取った方がいいな。アンドレアルフス、あえて回線切ったわ。まあこれでもカードパワー差で勝ったって感じやな、正直。あれ、これだって完全にカードパワーの差で勝ってんもんな。苦しいやろこれ。俺もうバッコリヘクター行って、もうこれで抑えて、もうベレヌスワイトキングって2つがもう勝ちなんで、あれ、あ、ごめんあいつなんか発動せんかったわ。まあええわ、勝ちやろ。バハムト来ても一応返せるしな。バハムトほんまに来た。ほんまにバハムート来よってんけど、そうですか。まあじゃあここはよろめく不死者、ちょっと待ってね、スカル、デーモンスカルリングも悪くないな。まあ普通にでもデーモンイーターで一回ドローも3つずつって感じでいっか。で6個すな、あのなんか誰引ければ。あ、で、ベレーヌス、少年を聞こうし。まあ、そら、シャドーバース入れるか。太陽の槍竜で手札補充して。おお、来た。例のカード、バイブカハで取っても今でまあ普通によろめくネクラサシンでなんかいい気がすんだ俺。でもなんかせっかくやったらここバイブカハ使いたい感じはあるかも。うん、バハマウト1枚出てきたから、もう1枚ある可能性があるから。不死者アサシンしちゃうと、次のバハが返せなくなっちゃうんで。で、これはこの、これ、攻撃力何枚に、2、3。バイブカハ。いや、これ、バイブカー行くわ、俺。運命が英雄を入れた。所詮は。
あ、ナイス。楽しめそうだ。落ち込んじゃない。これ私が。そんな。泣き起これ、嵐よ。まあ、満足したわ。あ、これヤイバネズミやば。ただここは、ああいいっす、スケルトンブリード。まあバイブカハからの、バイブカハでも使わなくていいのかこれ。オディールでね、取れるんでね、しっかり。オディールでバチコリ取れるんで、私の手を取って。これバイブがこいつに使ったのかな。いやでもそれはないな。フィニッシャーとして使った方が。光に目を奪われない。いや考えること多いね。なんか新カードの効果がみんなややこしいから。あーまたお前かよ。嵐を巻き起こしていく。まあでもここ、うー、勝っていく。進化系のいらないアルベールを引いていく。はい、これで終わりなんですね。アイシャでちょうど10点ありがとうございました。冥界まで連れて行ってあげる。指導展開発動。死んだけ残ってたんだらしゃあないな。このステージの曲好きなんですけど、これ。はい。ネメシスクラスのステージ。パパ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 。ロイヤルのステージみたいな感じで。製造術、アナライズアーティフト1枚で一気に加えて短縮領事カード。なるほど、製造術ね。オーディール引いた、しっかりバチコリとオーディールを引いていくんですよね、これでね。もう盤面広がりきったらもうボコボコにするからな、マジで。オーディールで、しかもオーディール相手の盤面埋まってるとね、もう単純にもう6号の突進で AOE だから、マイナス効果ないだ、なしだから。なんだっけこいつ。は、まあいいや、これちょっとは。ただどうせ優先者除去しに来るし、の、顔でいいや。才能がなくたって。才能がないんや、こいつ。なんかちょっと今のセリフガンダムっぽくない？ニュータイプじゃなくても、みたいな。ガンダムっぽさあるような、こいつのセリフ。あ、こいつ残ったんだ。いや、今のちょっと何気に運ゲーだったな。いや、俺も才能ないから、俺も才能じゃなくて努力だけでね、のし上がってきた人間だから、おめの気持ちよくわかるぜ。そう、トイソルジャーもね、トイソルジャー、もう、みんな肉球表使う夜な、ほんまによ。アナライズアーティファクト、そして進化源を切って。さあ、ここはスカルリングのエンハンスがね、発動していきます。お、アンドレアルフス、これいいね。アンドレアルフスに進化切っちゃうかな、これもう。うん。その方がいいよね。で、セレス残す感じで。バー運でなりやがった。まあ、正直、運もあったと思います。俺の人生。だそれをね、やっぱ、なんだろう。そこ、でその運で、長寿で合わせるぐらい、それまでの人生がやっぱ俺は、辛かったからさ。人間の人生でやっぱそういう風にできてるんですよ。
ね、次元弾をしっかり共鳴状態で4点で使っていくと。気候欲の剣士へアナライズアーティファクト。さあ、まあここはとりあえずゾンビパーリーかな。いや、スケルトンないプリンセス出しちゃうか。いや俺はやらないんだぜつってね。はい、でもしっかりこれ次あのブラックスワンオリールで盤面、お前しっかりと6体目にこのデウスエクスマキナを使ってきやがるな。本当に盤面を抑えると、なるほどな。デウスエクスマキナどうしようかな。ここからだ。そこに進化圏切るか。じゃあ次ゾンパマキナとかっていう流れでいいのかな。え、じゃあゾンパマキナっておかしくね。まあいいや、オリールはちょっと温存しましょう。ここは名手の愛者、いっそ消えてもらって、よろめくしちゃちょっと切っちゃった方がいいねこれ。うん、一枚切ります。さあ、で、あのアーティファクトカードを横並びしてきたタイミングでこのブラックスワンオリールをぶち込んでやるよ。どうせ無警戒だろうからな、相手。うん、パッ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 、あー加速装置来た。あーうぜ、エンジェントアーティファクト。うん、空だって自由に飛べる。うんうんうん、ほんで空だって自由に飛べる。まだ持ってんじゃねえのカード。あ、ターン終了してきたか。ここオーディールってよりかはここオディールなのかな。ゾンビパーティーで盤面広げてもいいかも。いや、ここオディール、なんかも、多分もっとね、効果的にオディール使えるタイミング来ると思うんだよな。これ、死の伏に立つもの出してもいいんじゃね？ワンジャン。うん、ボンバーマン行くわ。私は死人、そう作られた。で、進化するでしょ。そしたら7点になるわけよ、次。行くわよ。で、オディールの2点と噛み合わせて、ちょうど相手のに9点入るんですよね。で、これでラストワード7点が付与されて、さらにオディール合わせて、で、そしたら愛者の10体目のリサルも見えるっていう。うん。どうすか、この戦法は。あ、消滅はきつい、正直。うん、送り飛ばしとか異界転送でハクラビネメシス消滅ちょっと意識しなきゃいけないきついな。バクラビでドローしてアナライズアーティファクト。まあでもこれもうオディールだいぶ生きる場合になりましたよね。まあ多分取ってくると思うけどな。もしし消滅来るか。でも消滅来んのかな。消滅やめて、消滅やめて、お願い。あ、オッケー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 っすよこれ。うん、そして7点が顔に入って 2-3 はちょっとでも厄介なんだよな。これ 2-3 が普通にだるいな。守護ちょっと硬いっすね。あ、魔将軍ヘクターでは、ただここはもうブラックスワンオディールの切りどころ。で、ここでオリール出す意味、盤面というか、フェイスに2点を叩き込むっていう意味合いがすごい強い。よし。で、これ次守護が立たなかったらもう、愛者に勝ちなんで。うん。ちょうど6-3が破壊されて、エンハンスが足りるっていう。さあどうするネメシス。
パパ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 。あー、ミスティックアーティファクト来ちゃったか。ミスティックアーティファクト来ちゃいましたね。で、加速装置強すぎやろ、このガード。不死の大王、こいつ進化してなきゃしてないのか。重力戦士。名手の多さ、こいつになんか刺激の人の効果はつかへんかな。熱狂の騎兵士、あー強い。強いなぁ。ちょっとこれ何気にやばいんじゃないか、俺。製造術、アーティファクトを1枚加えるで、短縮時間で1枚引く。よろめく不死者。いや、この守護おらんかったら、アイシャ勝っててんけどな。さあ、どうする。いやー、ちょっと不本意だけど、ヘクターをここ切んなきゃいけねえか。ヘクター切れば一応2、3以外抑えられるんだけど、よろめくヘクターでちょっと一回回るしかねえか。まあこれ仕方ない。まあ向こうからシソ飛んでくるのも怖いもんな。抑えて抑えてと。いいっすね。あ、だから全勝できんだ。あ、そうか、3人か。あ、ちょうどよかった。ちょうど、オッケー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 。てことは、不死の大王次、不死の大王デーモンイーターとかでどうにか場を、どうにかして、13ターン目か。12ターン目でのアイシャリーサルを見せていけばいいのかなと。はい。アナライズアーティファクト。加速装置ほんとうぜえな。まあ、次不死の大王デーモンイーター。いや、デーモンイーターいらねえか。バゴンでいいか。バゴンで、あ、よし、新幹線切った。うん、オッケー。やで苦しい。次不死の大王バゴンで、うん、墓地もしっかり4枚貯まるようにして、エンシェンティングアルケミスト、違うアーティファクト。もうミスティックアーティファクトうぜえな。うわー、お前失踪か、そこで。これ逆転してない？あー、ごめんなさい。あ、てか、なんだ、あ、アイシャ、最悪だ。最悪なことしちゃった。ごめん、不死者イーターして、あの、守護を立てようとしてんけど、もう負けた。ルネシ強いわ。これ多分失踪のやつ来たら負けやな。負けた。何点これ。何点。もうふざけすぎやろお前。ふざけすぎやねんって。このクラスディスタイナントになっとんちゃうぞお前。もういいや、ちょっと終わろう。